曇り空の下、京都レース場ダート1200 URA ファイナルズ決勝、16人の馬娘たちが挑みます。1番人気はもちろんこの子、マルゼンスキー。実力は負けていません。2番人気ヒシアマゾン、注目のハルウララ、4枠8番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。ハルウララとマルゼンスキー、この2人が競り合っているぞ。ハルウララ快調に飛ばしていきます。先頭はハルウララ安心で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキー。メジロマックイーン3番手、すぐに続いて2番、サガナク12番、その内並んでアグネスターキュー、ナリタブライアン、並んできたサガナク、ヒシアマズ、少し後ろから1番、外から11番、内を回ってオグリキャップ。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。先頭は宮下ママ、果たして抜け出すのは誰だ。まだ追随し合っているのか。やはり2、3、4、ママレースは進みます。栄光まで400、最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはメジロマックイーン、並び立てたのはハルウララ、抜け出したのはメジロマックイーン、だが後続も追いすがる。残り200、ハルウララ突き放す、逃げるハルウララ、リードを開いてゆく。強さを見せた、見事な勝利です。ハルウララ URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着はメジロマックイーン、3着はオグリキャップ。